はい、皆さんどうもこんにちは。リブと申します。本日もよろしくお願いいたします。ということで、今回は久しぶりに古着購入品を紹介していきたいなと思っております。はい、実は今、自分のチャンネルの中で、シャンブレシャツとかネイルシャツとか、ブランド説明したような古着の動画、すごいたくさんの方にね、ご覧いただいて、チャンネル登録もめちゃめちゃいただいて、本当にありがとうございます。今回はね、そういうちょっとブランド説明っていうよりは、最近時々都内に行くことがあって、まあ、都内で実際ちょっと見つけたというか、買い物させていただいている古着屋さん2件と、まあ、あとは単純に購入品の紹介なんですけど、まあ、こんな感じで選んでるというか、今の古着選びというか、まあ、何かこう参考にしていただければありがたいかなということで、購入品をちょっと紹介していきたいなと思っておりますのでね、ぜひ最後までご覧いただけたらなと思います。それで、早速なんですけど、まずね、最近買ったメルカリとか、そういうところで購入した購入品をちょっと紹介していきたいんですけど、まずこのシャツ。これメルカリかな ?2000 円ぐらいだったと思う。ごめんなさい、はっきりした値段ちょっと覚えてないんだけど、サイズが XLT というサイズで購入してます。多分 XL のトールというサイズということだと思います。かなり着丈も長くて大きい。サイズになってます。XL っていうかでももう 2X ぐらいあると思うけど、サイズ感で言うと。この、ブランドも全然知らないです。コーナーストーンっていうのかな?はい。特に、このブランドを調べたりして、これは購入してないです。スタンドカラーのデニムシャツに、この、タイダイ染めをしているものになるんですけど、多分価値は特別ないですね。特にスタンドカラーだし、余計人気がないんで。ただこれ、ちょっとした羽織にいいなって思ったのと、自分自身は、この、バレンシアガのキャップ、それからパープルのインナーとかをイメージして、ちょうどぴったりな配色だなと思ってこれを購入しました。なんかさっき言った、古着選びのポイントなんですけど、自分自身は最近ハマってるバレンシアガ、もう高すぎちゃってウェアが、その古着で代用できるものが結構自分の中ではあるって思っていて、まあそんなものをテーマに、まあもしくは、まああのちゃんが着てそうだなっていうものを選んでるという感じですかね。はい。まあその二択です。はい。バレンシアガかあのちゃんかの二択で古着を選んでます、今。はい。ただまあそういう中でも、まあ細かいことで気になるというと、例えば、これ、デニムシャツ、できたらオリジナルがいいんですよ。要は、普通の人、一般の人の手が加わってないもの、例えば、着丈を切って直してあるとか、袖丈直してるとか、そういうなんか、補正みたいなものって自分の中では必要なくって、できたらオリジナルのものが欲しいって思って購入してます。で、まあ、この辺は本当に余計な知識で、あくまでも今の古着選びをするときの、まあ、ちょっとしたサポート的な知識として自分は使ってるんですけど、例えばこれ、染めてるんですけど、後から染めてたら、多分、この、オリネームも染まってる可能性が高いんですよね。タイダイ染めとかって全部いっぺんに染めるんで。じゃなくって、タグが染まってないところを見ると、まあ、多分ですよ、多分。もともとこういうデザインのものなんじゃないかなとか、まあそんなことを想像して買うのも楽しいかなって思いながら、購入してます。まあただそれよりも値段を最優先させてるんで、あくまでも値段、サイズ、ありきで、そういう予備知識みたいなもので選んでる形ですね。はい。これも楽天だったかな?これ多分新品かもしんない。古着っていうか。そう。だけどまあ古着にありそうなものということで一緒に紹介しちゃいます。このシンプソンの T シャツね。なかなかないんですよ。これ 2XL なんですけど、この 2XL 以上のこの辺のキャラモンの T シャツっていうのが、なかなかなんだろう。店舗というか、もだし、ヤフオクだったりとかメルカリだったりとか探してもなかなかちょっといい感じのサイズがなくって、まあこれは本当に、さっきの本当にこれ同じタイミングで買ってるんですけど、このインナーで使おうかなと思って、色合わせ的なもので購入してます。これも多分、1000円台だったと思います。この、ちゃんとプリント入ってたりするんですけど、前にもね、アーティストの T シャツとかも紹介させてもらってるんですが、いや、どうかわからない、もう今となっては。もうブートかもしれないし、
わからんって思いながら半分買ってる。だから要はそれでも許せる価格のものとして購入したいなと思って買ってます。だから価格基準としてはシャツが2000円、自分の中では T シャツ1000円台っていうのは基本になってるんです。ただ今の世の中それが難しいっていうのもわかってます。なので、まあ皆さんが買い物されるときにそこまで価格シビアにしてしまうと欲しいものなかなか買えなくなっちゃうんで、まあ後半に紹介するのはね、結構ちょっと高いものもあるんで、まあまあそういう価格もちょっと参考にしていただけたらいいかなと思います。はい。それで、ここからが実際店舗で購入しているものなんですけど、まず1店舗目。これ原宿にある西海岸っていうお店なんですけど、多分チェーン店って何店舗もあるようです。ただ自分はそのラフォーレの近くの店舗さんがすごく行きやすいんで、いろいろ行動してる中で寄れるっていうところで、その原宿のお店を使わせてもらってます。前にメッシュの T シャツ買って。で、今回購入したのが、この、寝るシャツ。このタイミングでね。ただこれもサイズがね、4XL。4X か。4X っていう表記で、もう、この折り根を見てわかるように、もうレディースなんですよね。シャツの合わせも逆。前立てがね。このストンとしたシルエットだけど、身幅がめちゃめちゃあってっていうものなんですけど、これ、ちょっと着てみますか、レディースなんで。もう値段が2800円が1500円になってたから、もう値段でいっかと思って。もう最悪袖も切っちゃえばいいし、っていう感じで購入してます。レディースの 4X ね。どうです?身長170センチ。体重70くらいはある男が着て、これだけゆったり着れるサイズという感じですね。4X、そう、だからレディースのただ難しいところは、袖丈がやっぱり追いついてこないんで、肩幅と。だから、自分みたいに手長の人は、ちょっと袖丈も注意して選んでいただくといいかな、という感じです。さっき言ったように、例えばこれを切りっぱなしで、七分袖にしちゃおうかなとか、そういうのイメージして購入するんだったらいいんですけど、じゃあないとすると、その辺はちょっと注意をしてほしいと。で、この寝るシャツに関しては、今の時期に買っても、その着れるシーズンが、この、ポイントをこの安い、薄い寝るシャツっていうとこね。そう。ビッグマックとか、本当にちゃんとした寝るシャツの、いわゆる、その価値のある寝るシャツっていうよりは、まあ、あまりこう、付加価値のない、安い、チープな、中国製とかね。そういう生地のやつの方が今の気分なんで、意図的にそういう生地のものを選んでます。でね、着ないタイミングであれば、こういう感じで、腰巻きに使って、ポイントにしてもいいかなっていう。この薄い寝るシャツだからことできる使い方というか、この厚い寝るシャツだとちょっと鬱陶しいんで、まあ、こういう使い方をするにも、この薄い寝るシャツ結構いいんじゃないかなということで、このタイミングで購入してます。まあ本当に値段と。まあ値段かなこれは。1500円だから。まあまあとりあえず買っとけと。結構ね、こういうなんか、なんだろうな。価格安めのものが、結構この、西海岸にはあるなっていう印象です。全体的な価格設定も、そんなに高くないと思います。はい。なので、原宿ね、行きやすいとこなんで、本当ラフォーレのすぐ近くだし、もちろん店舗調べてもらって、他の店舗さんのところも近くにある方はぜひちょっと見てほしいなっていう感じのお店です。